ウードウードは、イギリスの長寿 SF テレビドラマ、ドクターフーに登場する、地球外生命体の種族。劇中の歴史においては42世紀頃の未来に、生息する。ウードは、奴隷種族であり、普段は恩和かつ親切であるが、外部からの影響を受けやすいように描写されている。後に、彼らは、奴隷制度から解放され、字の終わりでは100年という短期間のうちに、 高度な文明を築いていた。ウードは顔の下側からは触手が伸びたヒューマノイドの種族である。テレパシー種族でもあり、翻訳機を用いて、キテレパシー種族と会話を交わしている。翻訳機と呼ばれる球体は管を経由して、体とつながっているが、この管はもともと体と外部の脳をつないでいた。未来の人類が彼らの脳を物理的に取り除き、 元々脳があった場所に翻訳機を固定したのである。ウードには性別はないようである。ウードはみんな一つの精神を共有するためシステムにあるため、名前や称号は必要とされないが、人間の都合によって、ウード1ァ1やウードシグマといった具合に識別されることがある。囚われの歌においてドクターは、ウードの個性は、ウードの意識の集合体が、 個々に異なる現れ方をした結果であると述べ、潜在意識ってのはいろんな形で現れる。復讐心で赤目となり、凶暴化したが、忍耐を覚えた者も,もいる。頭のいいシグマは、慈悲も身につけたらしい。と発言した。ウードは高い共感性を持ち、低レベルのテレパシーコミュニケーションフィールドを共有している。タイムロードが介入するなどして、テレパシーフィールドに耳を傾けると、 彼らの歌を聞き取ることができる。この能力により彼らはテレパシーコントロールを受けやすくなっており、さらに強力なテレパシーの力により支配されているエピソードも複数ある。シリーズに闇の覚醒でウードは初登場を果たした。彼らは人間に使役される奴隷向きの種族で人間のためのあらゆる種類の単純労働をこなしていた。労働を生きがいにし、 命令に従って救治する以外の目的がない様子が描写された。また、病気に感染しても申告しないなど、自分自身のことを気にかけず、仕事が与えられなければやつれて死んでしまうとも言われた。なお、吹き替え及び字幕では読み取れないが、ウードを奴隷の立場から解放戦とする集団フレンズ・オブ・ザ・との存在がほのめかされている。オフィシャル・ドクトル・フーアニュアル2007によると、 ウードの生息する惑星は、罵倒成分にあり、集合精神に支配されていたが、人類の入植者により滅ぼされた。BBC が著作権を持つ書籍ドクトル風、クリーチャーズデーモンズではウードは、ウードスフィアから進出したとされている。ウードスフィアは、センソライツの故郷である、センソスフィアに、距離的に近く、センソライツは、ウードと、肉体。 精神ともに類似している。集合意識を失ったウードは人類の入植者へ奴隷に出頭して奴隷となった。十代目ドクターとローズ・タイラーは人間が統率する調査隊に雇われた大量のウードと遭遇している。ビーストによりウードのテレパシーレベルが異常値を示し、ウードは彼の軍団に下ることとなった。ビーストの支配下に置かれたウードは目が赤く光り、 翻訳機を投げつけて、感電死させることで、次々に調査基地の人間を抹殺した。最終的にドクターは必要に迫られ、生きているウードを、惑星クロプトールモロトモブラックホールへ捧げることとなった。ウードは、シリーズ4、囚われの歌で再登場し、生まれついての奴隷ではなく奴隷化させられた種族である、ことが明かされた。ウードの翻訳機は、 本来個人と結びついていた後のを置き換えたものであり、ウードをテレパシーでつなぐ集合意識は、ウードを奴隷化して売買する企業ウード、オペレーションにより200年もの間ウードから隔離されていた。同エピソードで赤目のウードが再登場し、集合意識の命令に従って暴動を起こした。ドクターがウードを集合意識を解放して、ウードを自由の身とした。解放後、 宇宙に散らばったすべてのウードが、ウードスフィアに戻されることとなった。同エピソードで、初登場を果たしたウードシグマは、ドナノーブルを、ドクタードナと呼び、ドクターの歌が終わりに近いことを告げている。ウードシグマは2009年秋、スペシャル、火星の水で再登場し、2059年の地球へ、戻った10代目ドクターとコンタクトを取ろうとした。字の終わりに登場した長老ウードは後に、 自の終わりに部作にも登場した。ドクターはついに、ウードシグマのメッセージを受け入れ、囚われの歌から100年後のウードスフィアへ足を運んだ。ドクターは、ウードの文明があまりにも急速に発展したこと、そして100年をかけて、時間を見渡す能力を得得したことを知る。時間を投資できるのは、時間が血を流しているからであるとウードの長老が説明し、彼は、 ウード族が見た夢と予言をドクターへ見せる。後に、ウードシグマが再び姿を現し、10代目ドクターがタービスに入って11代目ドクターに再生するのを応援した。シリーズ6、ハウスの罠では一人のウードがネフューと呼ばれている。ネフューは、ハウスと呼ばれる存在の影響下にあり、エイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズをタービスの旧型のコンソールルームで殺そうとしていたところ、 彼が立っていた場所に11代目ドクタートイドリスが着陸したため死亡し、一瞬で蒸発する羽目になった。ドクターは、ネフュウに関して、アナザード、アイフェールド2セーブと言及し、以前に、ウードに出会っていたことをほのめかした。ネフュウの目はハウスに乗っ取られた際に緑色に光り、以前のシリーズと差別化されている。ミニエピソードでスイズ・ザ・オンリー・アンサーでは、 アルバート・アインシュタインが謎の液体を摂取して赤目のウードへ変化している。ウードはデス・イズ・ザ・オンリー・アンサーというフレーズを繰り返したあと、アインシュタインに戻った。シリーズ6、ドクターの戦争では11代目ドクターがウード・シグマと再会するはずであったが、2010年新春スペシャルまでの制作葬式を担当したラッセル・ T ・デイビスがウード・シグマのライセンスを持っていたため、 このシーンはカットされた。ミニエピソードポンドライフでは、ターディスで迷子になった一人のウードがエイミーとローリーの家に訪れている。ドクターがウードスフィアに連れ戻すまでの数日間は、エイミーとローリーの執事として働いていた。亀尾出演ミニエピソード。ありがとうございます。